台湾夫の陰謀。ずっと来たかった京都の老舗のお店。あ、つき。なんかね、泡が入ってるやん。黒色だ。いただきます。たまらん。想像を超えてくる美味しさ。きな粉の方も期待大。美味しくて泣きそう。ジュリー食べるの早いね。え、ちょっと。何してんの？あっ。私が大事に食べてた最後の二口を。いや、死じゃないよ、本当に。黒色だからって覚えとけよ。